じゃあ、はい、皆さん今日お越しくださいましてありがとうございます。カブトムシっていうグループで活動してるんですけど、アルバムを出しまして、それが忘れないでみちこサイド A、エメラルドとサイド B コスモオーラになっております。でそちらがですね、まあ、題名にもある通り忘れないでみちこっていうのは何なのかっていうのは結構気になった方おられると思うんですけど、聞いてくださった方おられます？ありがとうございます。ありがとうございます。なんかそのアルバムの中にですね、いろんななんかこうドラマとか CM とかそういうものが入ってたと思うんですけど、それのもともとどこから撮ってきたかって言いますとですね、我々が作っていたあのラジオドラマっていうのがありまして、その題名が忘れないでみちこっていうもので、でそれを今日深掘りしていこうというトークイベントになります。忘れないで忘れないでみちこということで、まず我々の自己紹介からしたいと思います。僕が、今日ちょっと司会兼トークさせていただきます。カブトムシの大野志文と申します。よろしくお願いします。カブトムシの堀里志です。よろしくお願いします。カブトムシの藤井遠と言います。よろしくお願いします。カブトムシの桑原寛治と申します。よろしくお願いします。でですね、ちょっとご紹介遅れましたが、もう今日スペシャルゲストに来ていただいております。ですね、もう皆さんご存知の通り、ハサミグループの青木隆一郎さんです。あ、青木隆一郎です。よろしくお願いします。漫画家の辰村圭一さんです。辰村圭一です。よろしくお願いします。お二人ちょっとあの簡単にあの自己紹介それぞれしていただいても大丈夫ですか？あ、青木隆一郎と申しまして、ハサミグループという音楽グループを、やっております。あの今全員の顔を覚えましたので、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。あ、漫画家として活動してます辰村圭一と申します。カブトムシは大学のつながりで2019年頃から活動を追っていってるんですけど、あの今日はお呼びいただいてもうすごく嬉しくて、あのちょっと交通事故ですごい怪我したんですけど、絶対参加するぞっつって、あの一昨日退院してきました。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。カブトムシっていうのは2018年ですか、結成したのって。どう？そうですね、なんかその時期は結構あのこの3人から始まったんですけど、カブトムシはみんなあの芸大の寮に住んでて、同じで、なんかこうまあ普通に各々画家で、僕は作曲を勉強してて、で寛治君は僕はまあリズムとかリズム論っていうのを研究していて、で堀が画家としてまあ、芸大の油絵にこう在籍していた時に、まあ、芸心寮のその大学の寮でまあ3人で会って、でもともとずっとなんか部屋で即興演奏とかしてまあずっと遊んでいたようなつながりで、まあ本当に友達だった単純に感じかな。でまあその即興演奏がすごい楽しくて、ずっといろいろ音を鳴らしてるうちに、芸祭大学の学祭があるんですけれども、その芸祭にまあ出演してみようということで、フィーチャリング大野志文っていう感じで、まあ、ゲストとしてその時は志文をまあ呼んでいたわけですね。そうですね、僕はあのピアノ科っていうところに在籍しておりまして、まあ芸大のピアノ科って言ったら、まあ、簡単に言えばクラシックピアノなんですけど、まあ、あの突然連絡来て、もう突然だよね、突然連絡来て、なんかラップをなんかラップでなんかこう指紋王のをなんかこう降臨させるみたいな感じの企画で、まずなんか最初なんか話をもらって、でそこから僕ラップ始めたっていうのがあって、でそれ2019年なんですけど、でそれで芸祭ライブ辰村さん来てくださってましたね。あ、これなんですか。僕坊主だったんですよこれ。あ、今より10キロぐらい痩せてるんですけど、はい、これ多分僕はあの人生初ライブだと思う。そうね、でここで初めて4人が揃って、でこのちょうど今回のイベントのメインになってるその、Wi-Fi があれだな、忘れないでみちこっていう、まあ、プロジェクトというかラジオプロジェクトっていうのは、
この芸祭のライブ2019年の夏にやった後に堀くんが言い出して始めたものなんですね。でその忘れないで道子っていうのがまずどういうもんなのかについて軽く説明いたしましょうか。でその忘れないで道子っていうプロジェクトは、カブトムシがやっているアルティメットフィクションラジオなんですけれども、それを YouTube で2019年の秋から2020年の秋に至るまで約1年間 YouTube で放送していましたと。でなんかちょっとアルティメットフィクションとかなんか結構、これからちょっとそのしっかり説明はするんですけど、取りこぼしなんかそのお手元にちょっと今日配らせてもらった、はい、なんか用語集みたいなものがあって、その忘れないで道子っていうラジオとかその僕たちがそのなんだろう共有してきた世界観みたいなところでの、そのなん造語的な言葉とか概念についてのなんか、はい、思いみたいなものをちょっとまとめているので、何かちょっとこれから流して説明とかもするんですけど、その際になんかちょっとこれ何だったっけみたいな感じで見ながら使っていただければと思います。とりあえずどうですかね、どこから行きましょう。忘れないで道子っていうのがですね、最初にやつな、僕がその終わりの方から入ったので、3人でやってたと思うんですけど、きっかけとかちょっと教えてもらったりできますかね。はい、結構僕の思いつきで始まったところがあって、そもそも忘れない道子っていうのを知ってたっていう方ってどれくらいいらっしゃるんでしょうか。で多分そうです、辰村さんも当時から聞いていただいてて、はい、作業用 BGM にしてましたけどで多分知ってる方も少ないと思うんですけど、そもそも聞いてた人もこれ何なんだろうっていう、その何が何だかわからないようなのを何の説明もなくこう2週間に1回流し続けてたんで、ちょっと今日はそこら辺を掘り下げて、なんか本当のところというか、なんかこう当時はもう完全にフィクションの世界観を守って、こうなんか僕たちもなんかあんまりかっこつけて何も言わず、なんか意味不明な音声を流し続けてたんですけど、なんかそこら辺のことを話せたらいいなと思います。そうですね、青木さんなんかどっか回どれかの回とか聞かれてたりします？アルバムとかで。そうですね、最初はアルバムで聞いて、これからちょっとそうですね、ピックアップしながらっていう感じですね、はい、じゃあもうなんか流してみてもいいかもしれないですね。ネットラジオの手を取ってたんですよね。そうですね、なんかもともとなんかその、参考になるラジオとか聞いてたみたいな話が、なんかシャーリー&スピノザラジオっていうラジオご存知ですか。多分誰も分からないです多分誰も知らないと思うんですけどなんか僕が偶然見つけたなんかマイナーなネットラジオ放送局みたいなやつで、それも詳細がよくわからないんですけども、なんか海外の前衛音楽家がなんか中国のなんだ代理士っていうところからなんか一人で放送してるみたいな、それもなんかツイッターの一人の情報なんで、それわかんないですけど、外国語ってってことですか。英語で全部なんかそのホームページあるんですけど、なんか再生ボタン一個あって、これ押すとなんかラジオっぽいのが流れ始めるっていう。今ちょっと聞いてみる、これちょっと流してみますか、これ、これポチッとしたなんかのアーカイブかもしれないけど、これなんか最近ずっとこれですね俺も聞いてるけど。 Well, hi ho there again, radio aficionados. I just wanted to thank you for coming out again to the Shirley Ann Spinozaこういうものとか他には、こういう、結構これが大きかったりして、なんかこれかっこいいし、ここで流れる音楽とかすごいなんか異民族音楽だったり電子音楽だったり、実験音楽だったり、なんかあとはこうカートゥーンの音声だけとか、なんかそういう音が脈絡なく流れてくるっていうようなラジオなんですけど、ちょっとそれにそれが一個のなんかこれってもう未だに誰が何のためやってるのかが分かってないっていう
僕は知らないですね。もしかしたらなんか調べたら出てくるかもしれないですけど、でも情報本当にないですねこれ、うん、なんかこれその題名なんシャーリー&スピノザラジオって調べたらこれしか出てこないみたいな、それのなんか説明書いてるブログとかあったりとかしなくて、まあでもツイッターとかで一人なんかこれ中国のなんか全英音楽家が一人でやってんじゃねえのかみたいな、やってるはずみたいな感じでツイッターのやつこの前見つけたんですけど、いやもうただただ異様な雰囲気を放ってる謎のラジオがあるっていう。そうですね。それよく聞いてたんだよね。まあずっと聞、うん、ずっと それこそ作業用 BGM とかで流したりしてて、でなんか当時は僕らは3人でもう自分の部屋でなんかこう即興演奏しながら叫ぶみたいな活動をしてたんですけど、即興演奏にあのさっき その芸祭のシモン君が参加したライブでこうなんか世界観みたいなのが乗っかって、こうなんかこうちょっとスピリチュアルな世界観みたいな、これは本当に最初の方の僕の部屋で演奏してた時のやつ。最高すぎるって感じ。中毒性がすごい。これ堀くんの部屋ですよ。これ大学の寮なんですよね。そうです、うん、裸、これ裸の意味は、いやなんかその意味まあ後から出来上がってくるというか、これも多分このシーンもみんなで即興演奏して5時間目とかだからもう平気で6時間7時間8時間ぐらいは即興演奏を続けたりするっていうことが多かったので、かっこいい、かっこいいっす。ありがとうございます。俺いないけど、俺この工程ちょっと見てないんですよ、ね、なんか整ってきてから入ったんでなんかこのなんか感じまだ味わってないんですよ。なるほど、そう、もう初期衝動、まさにそうですね、そうですね。これがバンドに できなかったというか、できなかった、いろいろなんかやりたいことがやっぱ演奏一曲ずつこう演奏していってなんかありがとうみたいな感じじゃなくて、なんかこうこれもそうだったんですけど、あ、そうですね、なんかこう、まあ、それこそ意味が後からついてくるというか、なんかドラマがやりたかったのもあるし、なんかいろんなものがなんか、むしろなんか自分たちをなんか高めるためというか違うこう境地に行くためにこう自分たちを高めていった結果みたいな、ね、いやでも音楽の始まりはこれですよね。グループの始まりハサミグループも、はい、あの壊れたキーボードをギャーって小学生の時やってたのがルーツなんで小学生の時なんですか。あ、そうなんですよ。で最近のグループはあの最初にコンセプト決めすぎいやこれが正しいっす。あ、そうですか、はい、じゃあハサミグループの最初はどういう感じなんですか。結成なんですかそれって。最初は、はい、僕子供用の英会話教室の子供ジオスっていうのに通ってて小学生の時なんですけど小学生の時でそれで同じクラスになった男の子と仲良くなって、はい、でその子が家に来た時に、はい、あのちょうど家に壊れた子供用キーボードがあって、はい、すごいノイズみたいなのが出るよって、うん、だ一緒にこれちょっとノイズミュージシャンみたいになろうよって言って2人でわーってやってたのがハサミグループの始まりで、はい、そっからだんだんちゃんとする音楽になってきたっていう。あ、そうですね。最初だから小学生の時点でメルツバウみたいなことをしててだからもうそこで僕はもうノイズはもう小学生で極めたんで、あ、そっからポップな方でっていう感じですね。一応結成15周年っていうのはそこから始まってるんですか。いや一応正確な結成は2006年で、うんはい、2006年で、うん、でもあのもう2000年ぐらいから、あ、いや2003か2003年くらいからあの小学生の友達と集まってやってたのがルーツですね。あ、そうなんですね、はい、あ、これですね。これホームページですか。ホームページ。あ、そうですそうです。これラグーンですか。これはちょっと分かんないです適当に拾ってきてなんで最初が本当にハサミグループは一番前衛的でもうあのボーカルも入ってない感じ で、はい、でただ一緒にやってたその石田くんって人があの僕これ分からないって言い出してもっとちゃんと普通のやりたいって言い出してちょっとあのその路線は終了したっていう、あ、そうなんですね、はい。いやだからさっきのこのカブトムシの映像にすごいシンパシーを感じて、僕らもこんなだったんで、はいはい、これ徐々にスクロールしていくと俺が増えていくって感じですね。カブトムシもねその結成の
最初がアイコのカブトムシをみんなでやって、アイコのカブトムシ由来でカブトムシっていう最初はそうです。そうなんですね。そうなんですね。あんまり言ってないんですけど。これがカブトムシの始まりですね。なんか薄暗いですね。電気ついてます、これ。僕の部屋ですね。あ、そうですね、堀くんの部屋で。なんか最初は結構カバーとかや、カバーってこれカバーっていうのおかしいかもしれないけど、そう、糸とかもやってましたよね。あ、糸やりましたね。なんかでもそれは中島みゆきの、うん、糸。それはちょっとあれ、それは見せちゃダメなんですか。いや、いいんですけど、これも別にじゃあ、あのワン、ツー、スリー、フォーで始めたっていうよりかはなんかもう1時間ぐらいずっとやって中でなんか急になんかこうカブトムシが来たみたいな時になんか勝手に勝手に行っちゃったみたいな。そうですね、突然のセッションって感じになったので、多分これあの一番最初にラップしたやつあります。下に行ってもらうと、もうこれもうちょい下の脇汗がめちゃくちゃかいてる。あ、その僕のこれ、あ、これはこれ石川拓、僕をラップしてるやつですよ。これ多分僕の初めてのラップです。手が白く大なりけ、希望なる人と言われる男に愛せねえ。マロフォーめちゃくちゃすごいですよ。めちゃくちゃ一生懸命やつや。これだけなんですよ。はい、こういうことや、こういうことだね。文庫本持ってました。今文庫本持ってました。新潮文庫のやつ。文庫本持ちながらラップする人って日本初じゃないですか。多分初ですよね、これ。僕の部屋でやってましたね、これはね。カブトムシも結構いろんな本とか作家とかから影響は受けていまして、なんか今日もね、一応その自分たちがインスピレーションを受けた本とか持ってきてるので、後で紹介しましょうかね。あ、そうですね、ぜひ見たいですね。まあそろそろ実際にちょっと聞いていただきながら、はい、やっていきたいと思うんですけど、ちょっと用語集のお手元にあった方が分かりやすいかもしれないですね。実際にじゃあどういうもんだったかっていうと、ベイビー